翔先生の挨拶です。皆さんおはようございます。このような盛大な情報会本当にありがとうございます。僕はこの夏、16回目ということになりますけれども、この町田市に移転してきまして、ちょうど今年で37年目ということになります。ということは、この町田に来てから、この大会で11回目の甲子園ということになりますから、ほとんど3、4年の間に一度は行っているという、こういうふうな形になります。やはりこれもこの町田市というこの環境、そして、大勢の市民の皆様に応援していただいた、賜物だというふうに感謝しております。で、この西東京大会、コールドゲームということでずっと勝ち続けてきました。そして決勝戦、これは都立の高校と対戦ということで、球場には3万を超える、大勢のファンが集まっていただきました。そういう中で本当に、選手は日頃の練習をそのまま、そして冷静に戦うことができたというふうに思っております。やはりこれから甲子園に行きますと、もっともっと大勢の中で、試合をしなければいけないというふうなことになると思いますけれども、この冷静さというものを失わないで自分たちの野球をやってくれれば、またきっといい報告ができるんじゃないかというふうに期待しております。本当に今日は、お忙しい中お越しいただきまして本当にありがとうございました。